えー、甲子園、仙台松戸が春夏連続初、えー、初戦突破、7回に2本のセーフティースクイーズで勝ち越し、きょうは,い今日はですね、あの全国高校野球選手権、はいまあ、甲子園があったんですけど、はい、その2回戦、あの仙台松戸対、えー、東海大甲府の試合があったってことで話題になってますね。で今日は仙台が7対でで東海大甲府に勝ったんですけど 今日はねこの試合を見たね感動を皆さんに共有するために急遽動画を撮ってます。はい今からニュースを読みます。はい甲子園仙台松路がまあ春夏連続初戦突破2回に2本のセーフティースクイーズで勝ち越し、えー、全国高校野球選手権仙台松路7対5、えー、東海大高峰12日2回戦 選抜発強の、えー、仙台松戸、千葉が東海大甲府山梨を破り春夏連続の、えー、初戦突破を果たした千葉県勢は夏の甲子園100勝目、埼玉銚子商業の25勝で仙台松戸は 2,、えー、2勝目、5対6と逆転されて迎えた7回裏、無視に三塁から内野ゴロの間に同点、その後、一死三塁から7番。えー 上ーダー・ユースケが転がってから走者がスタートするとセーフティースクイーズを決めて勝ち越しさらに1番塁から9番・宮尾田なんとかもセーフティースクイーズを決めて7対5とした東海大甲府は6回に同点7回には勝ち越ししたが競り負け今度限りで退任する村中修仁監督に白星を送ることはできなかったはいということでねまあこれが公式の結果なんですけど まあ、仙台松戸が7対5で、えー、山梨の東海大甲府に勝ったってことなんですけどこれについて思ったのはいや専大松戸おめでとうございますって思いましたねはいいややっぱりねあの千葉県はね強いですね野球がねはい昔からはいまあやっぱり山梨はね あの弱いですよ、はいまあ、田舎者っていうのもあるから弱いんですけど、まあ、それはもう千葉が勝つっていうのは当たり前ですよね、はいまあ、千葉にはディズニーランドがあると、ね、山梨には何もない、はい、だからその時点で、まあ、千葉が勝ってると、はい、ただねこれ一つねちょっと気になったことがあったんですけど仙台松戸ってあの学校の名前に仙台ってついてるじゃないですか。 だから、仙台だから宮城県、宮城県の学校だと思ってたんですね、はい。だけど、よく考えると千葉の学校なんですよ。はい、だから、これちょっとね、騙されたなって思いましたね。はい、ねあの宮城県というか仙台じゃないんだったら、仙台松戸とか言うなって思いましたね。はいまあ、ただね、まあ、それはさておき、まあ、今日はね、7対5でまあ勝ったんで、あの仙台松戸おめでとうございますって。 思いましたね。はい。まあ次はね負けると思い思うけどね。はい。